What's this about? I just need a mama so bad. Are you not here with your wife? No. Sadly, we lost her 2 years ago. It's just me and my daughter. I'm raising her by myself. No one will try to kill me for asking him out. Oh, poor me. I'm so lonely because I've got no mama. What's this about? I just need a mama so bad. Are you not here with your wife? No. Sadly, we lost her 2 years ago. It's just me and my daughter. I'm raising her by myself. No one will try to kill me for asking him out. Oh, poor me. I'm so lonely because I've got no mama. What's this about? I just need a mama so bad. Are you not here with your wife? No. Sadly, we lost her 2 years ago. It's just me and my daughter. I'm raising her by myself. No one will try to kill me for asking him out. Oh, poor me. I'm so lonely because I've got no mama. What's this about? I just need a mama so bad. Are you not here with your wife? No. Sadly, we lost her 2 years ago. It's just me and my daughter. I'm raising her by myself. No one will try to kill me for asking him out. プオンというのは形容詞で乏しい、貧しい、下手、かわいそうなっていう意味があります。プアプアミーでかわいそうな、かわいそうな私っていう感じで表現していますね。人であっても出来事であってもかわいそうにっていう時にはプアスイングという言い方が有名なので合わせて覚えておくといいと思います。Oh, poor, poor me. I'm so lonely because I've got no mama. I'm so lonely because I've got no mama. I'm so lonely because I've got no mama. 少し長いフレーズですね。 I'm so lonely. I'm so lonely. I'm というのは I am の短縮、 So というのはとても、 Lonely っていうのは形容詞で孤独とか寂しいという意味です。 I'm so lonely cause I've got no mama. Cause I've got no mama. Cause I've got no mama. すごく早いんですけども、 cause because というふうに言っています。 because を会話中に cause cause と短縮して言うことが多いです。これはなぜならという意味なので、私はとっても寂しい、なぜなら。I've というのは I have の短縮、 got というのは get の過去形なんですけども、これはよく会話で使われる表現で、 I've got、 I have got というのは I have と同じ意味で使われます。ちょっとややこしいんですよね。でも会話ですごく使われる表現なので、英語に触れる機会が多いという方は見たことがあると思います。 I've と見た時に、英語で現在完了形の授業も受けた、習ったという方は完了形なのかなって一瞬思ってしまいますよね。 get の活用は get, got, gotten なので、もし現在完了形を使いたい時には、 I have プラス動詞の過去分詞形なのでGot ではなく Gotten を使うので、これが完了形じゃないということに気がつくと思います。そうすると I have got なんだな、 I have got だから Have した状態を Get したと考えてもいいんだな、じゃあ Have と同じ意味でいいなっていうふうに考えていくのがいいと思います。なのでここは I have no mama ということになるんですが、 No mama、ママがない、ママがいない、ないママを持っている、この言い方は本当に慣れるまでは理解できない英語特有の言い回しだと思うんですよね。 I have no money、 ないお金を持っている、だからお金がない。 I have no idea、 ないアイディアを持っている、だからアイディアがない。 I have no mama、 ママがないを持っている、だからママがいない、ママを持っていない、こういう言い方をするんですね。
あ、もう英語全然理解できない、無理って思わないで、英語って面白い、こういう言い方するんだっていう風にポジティブに捉えていきたいですね。 I'm so lonely because I've got no mama. What's this about? What's this about? What's this about? What's は What is の短縮、 What というのは何を尋ねる疑問詞、 Is は be 動詞、 This はこれ、これは何ですか、 What's this? What's this? よく言います。それに about がついてますね。 about はこんなイメージです。ちょっと絵があんまりうまくなくて猫で申し訳ないんですけども、周りにボワーンとついてるような感じで、何々についてだいたいという意味なので、直訳でこれは何についてのっていう感じなんですよね。これアーニャの言動、さっきの言動についてどうしたの、どういう意味って聞きたいんですよね。日本語版の方ではどうした急にっていう風に言ってました。 What's this about? I just need a mama so bad. I just need a mama so bad. I just need a mama so bad. I 私 just ただとか何々だけという意味、 need は必要、後ろに名詞を持ってきて何々が必要、あ、一人のママ、お母さんのことですね。日本語で一人のお母さん、一人のママと訳さなくてもいいんですけども、この英語の感覚、あとかあんとかザとか複数だったら S、 そういう風に意識していくのが大事だと思うので、少し大げさに訳していきますね。そうというのはつなぎ言葉に使ったりもしますけども、ここは強調してますね。とってもバッド、とっても良くない、すごく悪いっていう感じ。 I just need a mama so bad. Are you not here with your wife? Are you not here with your wife? Are you not here with your wife? Are は be 動詞、前に出ています。これは疑問文ですよね。 You あなた、 Not 否定、 Here ここ、 With は同伴イメージ一緒、 Your あなたの、これは所有格、あなたのワイフ、ワイフというのは奥さんのことを言います。 You are here だったらあなたはここにいる、 You are not here、 あなたはここにいない。これを疑問文にするときには B 動詞を前に出してクエスチョンマークをつける、 Are you not here? っていうふうになります。文章が少し難しく感じたときには、このようにちょっとシンプルで普通の文章みたいなのを作ってみてからゆっくり考えていくといいです。そして意味を取る時には、前に行ったり後ろに行ったりして綺麗な日本語を作ろうとしないで、前の方からもどんどん分かるところを訳していけば早く文章を読んだり意味が取れるようになると思います。なのでこのフレーズも Are you not here? あなたはここにいないんですか? With your wife? あなたの奥さんと一緒に、っていう風に前から意味を取っていくといいと思います。Are you not here with your wife? No. Sadly, we lost her 2 years ago. No. Sadly, we lost her 2 years ago. No. Sadly, we lost her 2 years ago. ここで返事を No と言ってますよね。夜さんに、奥さんと一緒じゃないんですか?って聞かれた時、日本語だったら、はい、一緒じゃないんです。で、はい。でまず返事すると思うんですよね。なのでイエスって言いそうになるんですけども、ここはノー。英語ではどんな時でもイエスの時には肯定、ノーは否定を表します。難しいんですよね。これが日本人だと、はいそうなんですとか、はい違いますなんて言ったりするので、これ慣れるまでちょっとドキドキしますね。こういうやりとりが結構アニメでも出てくると思うので、その都度少しずつ慣れていきましょう。そして次の sad、 sadly、 sadly というのは sad、 悲しむという意味の副詞バージョン、 sadly、 悲しいことにというふうな言い方ができます。 we、 私たちは、 lost は失う、なくすという意味の動詞、 lose、lose の過去形か過去分詞形になります。そしてこれは他動詞というもので、後ろに目的語というものを置いて、そこに
こう力が及ぶイメージなんです。 We lost her. 私たちは彼女を亡くしたという意味なんですね。 Two years 2年 ago, two years ago 2年前。 years の S は複数形の S、 これは2だから複数ですよね。もしも1年だったらば A year とか One year で言います。2年以上の時には years にして S をつけます。悲しいことに私たちは彼女を亡くした2年前にという意味になります。 No, sadly we lost her two years ago. It's just me and my daughter. It's just me and my daughter. It's just me and my daughter. It's というのは It is の短縮、 Just はただとか何々だけ、 Me 私、 And そしてとか私と、 My 私の所有格、 Daughter 娘ですね。この It's というのはそれはと言わなくてもいいですね。自分たちは私と私の娘だけなんですっていう意味になります。私が学んだ時には自分は後に置く、例えば You and I とか He and I と覚えたんですけども、今はどういうふうに教えられるんでしょうか。時代は変わったかもしれませんけども、とにかく私たちの時には You and I, He and I っていうふうに I は後ろだったんですけど、実際の英語圏の方の会話を見てるとロイドさんのように Me and my daughter だったり Me and him, Me and Anya, Me and you みたいな感じの言い方しますね。こっちの方が自然なのかもしれません。ただどちらの場合もあると覚えておくといいと思います。It's just me and my daughter. I'm raising her by myself. I'm raising her by myself. I'm raising her by myself. I'm, I am の短縮。Raising, raise, 育てるという意味の、これは他動詞と言って後ろに人が来てますね。Raise her で彼女を育てるというふうになります。そしてこれは動詞の raise に ing がついていますね。I'm のAm の B 動詞と Raising の ING で現在進行形というもので、私が彼女を育てている、今育てている最中っていう感じ、その一部を切り取って今話しているっていうイメージです。 By はこの絵のイメージなんですけども、こうそばにっていう感じなんですね。 Myself というのは私自身なので、私自身で、私自身によって今彼女を育てているところですというふうに言っています。 I'm raising her by myself. No one will try to kill me for asking him out. No one will try to kill me for asking him out. No one will try to kill me for asking him out. かなり早いですね。前半部分ちょっとゆっくりにしてみます。 No one will try to kill me. No one will try to kill me.No one というのは誰も何々ない、一人も何々ないという意味になります。 Will というのはこの絵のイメージなんですけども、助動詞で主観的に 100% そうだと思っている時に使う助動詞。 Try は動詞でトライする、試す、やってみる。で、 To kill、 kill というのは殺すという意味の動詞です。後ろに me のように人を置いて、私を殺すなんですけども、一つの文章に動詞は一つのルールがあります。 try がもうすでに動詞使ってしまっているので、ここでは to kill というふうにして、 to 不定詞という文法的にはそんなふうに言うんですけども、形を変えて to kill、 殺すこと、私を殺すことというふうにして名詞扱いにしています。なので誰も 100% そうしないだろう、私を殺さないだろうと主観的にヨルさんはそう思っている。 For はこのイメージ、矢印で Asking、 Ask というのは尋ねるという意味の動詞、それに ING、 ここでもまた動詞を使うわけにいかないので ING をつけて同名詞という形にしています。him out、 him 彼、 out は in の反対で外にとか外に出るというイメージがありますけども、ここでは ask 人、 out
で人をきちんとしたイメージのデートに誘うという意味があります。なので彼をデートに誘うということにこう矢印が向かっている。なので誰も私を殺そうとしないだろう、彼をデートに誘ってもという意味ですね。 No one will try to kill me for asking him out. お疲れ様でした。結構長くなってしまいましたね。わからないところがあったらコメント欄にいつでもいいので質問してください。せっかく覚えたところを忘れないように10回頑張って音読して体になじませてしまいましょうね。ではどうぞ。 Oh, poor, poor me. I'm so lonely because I've got no mama. What's this about? I just need a mama so bad. Are you not here with your wife? No. Sadly, we lost her 2 years ago. It's just me and my daughter. I'm raising her by myself.No one will try to kill me for asking him out. Oh, poor, poor me! I'm so lonely because I've got no mama! What's this about? I just need a mama so bad! Are you not here with your wife? No. Sadly, we lost her 2 years ago. It's just me and my daughter. I'm raising her by myself. No one will try to kill me for asking him out. Oh, poor, poor me! I'm so lonely because I've got no mama! What's this about? I just need a mama so bad! Are you not here with your wife? No. Sadly, we lost her 2 years ago. It's just me and my daughter. I'm raising her by myself. No one will try to kill me for asking him out. Oh, poor, poor me! I'm so lonely because I've got no mama! What's this about? I just need a mama so bad! Are you not here with your wife? No. Sadly, we lost her 2 years ago. It's just me and my daughter. I'm raising her by myself. No one will try to kill me for asking him out. Oh, poor, poor me! I'm so lonely because I've got no mama! What's this about? I just need a mama so bad! Are you not here with your wife? No. Sadly, we lost her 2 years ago. It's just me and my daughter. I'm raising her by myself. No one will try to kill me for asking him out. Oh, poor, poor me! I'm so lonely because I've got no mama! What's this about? I just need a mama so bad! Are you not here with your wife? No. Sadly, we lost her 2 years ago. It's just me and my daughter. I'm raising her by myself. No one will try to kill me for asking him out. Oh, poor, poor me! I'm so lonely because I've got no mama! What's this about? I just need a mama so bad! Are you not here with your wife? No. Sadly, we lost her 2 years ago. It's just me and my daughter. I'm raising her by myself. No one will try to kill me for asking him out. Oh, poor, poor me! I'm so lonely because I've got no mama! What's this about? I just need a mama so bad! Are you not here with your wife? No. Sadly, we lost her 2 years ago. It's just me and my daughter. I'm raising her by myself. No one will try to kill me for asking him out. Oh, poor, poor me! I'm so lonely because I've got no mama! What's this about? I just need a mama so bad! Are you not here with your wife? No. Sadly, we lost her 2 years ago. It's just me and my daughter. I'm raising her by myself. No one will try to kill me for asking him out. Oh, poor, poor me! I'm so lonely because I've got no mama! What's this about? I just need a mama so bad! Are you not here with your wife? No. Sadly, we lost her 2 years ago. It's just me and my daughter. I'm raising her by myself. No one will try to kill me for asking him out.